お願いします。さあそれでは今お話がありましたが、はい、皆さんが仲良しの理由改めてご覧いただきます、はいはい、日本一チケットが取れないと言われる近畿キッズ堂本光一さんの舞台エンドレスショックで共演されています。前田美波里さんはこの舞台ではどんな役なんでしょうか。この役なんでございます、はい、まあ、オーナーの役と言いますかね、はい、支配人、あの劇場の支配人をやらせてもらってます、はいはいはい、かっこいい。そしてフォーユーの皆さん、出てますかね。はい、あの青いですね。光一くんの右上と いますね。はい、異色のジャニーズがいます。はい、どんな役ですか。僕たちは光一くんのカンパニーに属してる、はい、まあ、オーナーのビバリさん扮するオーナーのもと、はい、光一くんと一緒にカンパニーで舞台をやっているんですか、はい。さあその舞台を終えた堂本光一さんから前田さんについてコメントをいただきました。私に。こんにちは、堂本光一です。我々カンパニーの母のような存在で、いつもこう心配してくださいますしね。何かこう役とこうリンクするようなところがあるというか、そこにいらっしゃるだけで空気が温かくなってシャキッとしてっていうような感じの方ですね。ああ、堂本さんからも母のような存在ですよね、はい、母じゃなくて、ねえ、もうちょっといい方言って。母はね、お姉さん的じゃダメなんですか。そんな気分で言ってなかったんですけどね。我々はお姉さんだと思って、はいはい、光一くん下げるな。光一くんすいません、ありがとうございます。こういうの皆さんについてこの先輩はどう思っているんでしょうか。ご覧ください。城島茂さん、まあ、一時期彼らなりにすごく悩んでた時期もあったと思うんですよ。このままこの仕事をしてていいのかなとかっていうね、時もあったと思うんですよね。やっぱりすごく心強い存在ではありますね。ただあの本当にふざけてる連中なのでその部分が僕はあの好きです。 ありがとうございます。何ふざけてるんでしょう。いやちょっとあれですね、こんなこと言うのはおかしい話なのかもしれないですけど、はい、なかなか光一くんもふざけた方でして実はね、はい、ふざけた方で、そんな光一くんのふざけてるところが僕らも好きだっていうことをテレビを通して言わせていただきたい、はいはい、そう、あの完璧な堂本光一くんもこう裏ではこう僕らと一緒にふざけてくださるんです。例えばどんな、そうですね、いろいろありますね。一緒にコンサートのツアーに出させていただいた時、はい、堂本光一さんのソロコンサート、はい、光一くんが一人でシャワーを浴びてまして、ちょっとみんなでこそこそ話して、タオルと服を取りまして、小学生じゃないそこにホットコーヒーだけ一つ置いたんです、はい、ほうほう、隠しちゃったわけね、はい、隠しますね、そしたら小市くんがバスっておいホットコーヒーうめえなっていうボケをしてくださる、はい、でその次の日に僕らのタオルがなくなっているっていう。私なんかカップで隠したのかなと思って想像した。すげーとか思って。俺もちょっとそっち行ってみたいな。お盆が早くなる。お盆が早くなる。大人ついつい光一くんには本当にお世話になってて、はい、エンドレスショックだったり光一くんのソロコンサートだったり、はい、キンキキッズさんのコンサートのバッグ使わせていただいて、はい、もう本当にお世話になってて、それこそ光一くんとも一緒にお食事連れてっていただいて、はい、光一くんも食事の最後の方に日本酒飲んでると、うん、あと1号が止まらない方ですね。もうそうだね。じゃあそのビバリさんと一緒ですね、はいはい、ただこう、僕たちがそういうキンキキッズさんとものすごいフレンドリーに喋ってると、はい、他の先輩方が来て、お前キンキッとそんな話せるのフォーユーぐらいだよって言われるっていうようなことがあるぐらい僕らフレンドリーにさせていただいてて、はい、信頼も厚いということですね、はい、私すでも光一さんの笑顔ってね、はいはい、もう4人がいらっしゃると全然違っちゃうんです、緩むというか一番いい笑顔を見せてくれるんです。信頼されてるんです、ね、はい、そういうことです、本当にいつもそうなってます、はい、なってます、はい。